術を学んだ玉尾総統、普段はゲームメーカーで働いているそうです。こだわっているのは人間らしい感情表現です。頑張るぞおーとか、どういたしましてとか、こう、うまくいかなかったら頭を抱えて悩んでとか。ロボットプロレスの魅力を世界に広げたい。その手段として始めたのが動画の投稿でした。こういったことをしてるんだよっていうのを全世界の人に広めることが目的でアップしてます。ネット動画をきっかけに実際に試合会場に足を運ぶ人も増えてきています。この日参加したのは全国のロボット愛好家たち。